りましたね。始まりました。飛ぶ感激部、ですね。はい、低いですね。いやいや、非常に低くないですか。いつも通りですよ。僕そうか、結構テンションは低い感じ。で、今日は、そっか、だって今日は立花君がいない。そうですよ。だからどっちかがテンション上げないとね。ねえ。じゃあ、皆さん上げてよ。頑張ります。はい、じゃあ2人でちょっとずつ上げて、収集がつかなくなって後半に向けて上げていきます。それもお見逃しなく。はい。はい、感じですね。そうですね。なんかしてました、この1ヶ月。僕、だから1ヶ月ぶり、2ヶ月ぶり、そうなんですよ。年末に公演してからなんで、まあその後は残務処理をいろいろしたりだとか。違う、僕先週までいろいろやってた。なんか朗読をね、やったりとか、あ、そうや、朗読してましたね。で、何がかんやとしてて、また後ほど言いますけど、はい、そんな感じです、生活は。はい、竹中さんは。僕はその、うん、広瀬さんとこの劇団の公演を撮った後に、それを編集して、今日持ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、全然面白くなくて。すみませんね。まあ、そんな感じなんですけどね。まあ、楽しくやっていきましょう。そうですね。はい。じゃあ、早速ですけど、今日のテーマですね。テーマ。今日のテーマはですね、学生演劇ですね。学生演劇。やってました？私ね、やってないんですよ。僕なんですよ。あれ？じゃあ何も分かんないじゃんって感じなんです。どうしましょう。そう、だからもう大学で演劇を始めたんですけど、うんうん、大学のサークルとかに入って、演劇部とかに入ってたわけじゃないので、ちょっと分かんないんですよね。でもなんか見には行ってましたよ。感覚だから、あのサムシングさんとか、爆劇団さん、今シアターハイウィンドさんとか、あとなんか新大とちょっと神戸大学とかが良かったので、はいはいはい、そうそうそう、なんか一緒にやったりとかしました。うん、そんなのはありましたね。おそうないですか。芸大じゃねえ、半大でしょ。あの、なんもないです。なんもないですか。全く接点だし。あのむしろ、最近、はい、チャウカチャワンとか、半大の劇団がちょっと元気なので、あの、そういう系のところにちょっと見に行ったりとかはたまにあったりは。確かに、ね、まあ、多いですよね、なんか意外と。意外とってさ、あれやけど。結構なんか勢いがつくと、うん、バッバッとこう、そうね、バーンって、それが続くかどうかは分かんないけど、けど、でもよく聞くなっていう気がするんで、うん、まあちょっとそのあたりもね、どんな内情になってるのかとか聞けたらな、ね。僕らが現役の頃はちゃうかちゃわんじゃなくて、第二劇場っていうのがすごい来てたんですけど、今はあんまり聞かなくて、石田劇局所とか撮ってます。すごいね。撮ってるはずなんです。そうですか。まあ、じゃあ、そのあたりも。行きましょうかね。今日は詳しい人もね、第一人者に来ていただきましたから、学生演劇のこの関西の学生演劇はこの人なしでは語れないという方も来ていただいてますので、はい、ではご紹介しましょう。あ、で別にもう一人は今すごくその学生演劇から、活躍されてる方に来ていただいております。じゃあご紹介させていただきますね。間違いそうだからこれ読みます。大阪学生演劇祭実行委員会の、藤原春樹さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。それから、その学生演劇から今9丁目っていう、劇団もやりつつステージタイガーという劇団にも所属していらっしゃるザキ有馬さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて、多分もうここからは映ってると思います。喋っていただいて大丈夫です。はい、はい、という感じで、うん、我らは全然学生演劇のことを実は知らなくてっていうとこなんで、スタートの何から聞いていったらええんやろなぁなんですけど、どこから喋りましょうかね。すごいな。だから、いや、わかんないんですよ。だから、その、私もね、はい、90年代からしかわからないので、はいはい、まあ、90年代、あの、学生演劇祭、学生劇団でやってて、はいはい、で、そこから、ね、まあ、しばらく全然違うことやってて、はいはい、で、まあ、とある劇場に行ってから、はい、その、大学の学生演劇祭がなかった時代は、でそれを復活させようかというのをあの思ったのが2007年なんですね。2007年、9年前。そうですね、9年前 で、でその時に東京とか行って、ちょっと東京の劇場とかもあのいろいろ見てこよう、お芝居とか見てこようと思った時に、ちょうどあの東京の池袋のシアターグリーンっていうところが、そこも来年、いや実は学生演劇祭やるんだよみたいな
話になって、もうたまたまなんですよ。偶然だったんですね、東京と本当に偶然で、たまたま東京に行って、たまたまシアターグリーンに挨拶しに行って、館長さんとお話ししたら、いや、実は来年大阪でやろうと思ってるんです。いやいや、実はうちもやろうと思ってるんですよ、みたいな話で。あ、そうなんですね。じゃあちょうど同じ、まあ、年度は変わって、なんか、東京は夏にやるんですけど、うちは一応2月3月にやろうと思ってたんで、まあ、あの何年は変わっちゃうんですけど、一応その年度で言うと同じ年度になるので、じゃあ一緒にやりましょうか。せっかくやるんだから、大阪から東京に学生の時に行ける機会なんてなかなかない、なかったんで、じゃあ大阪の最優秀劇団を東京に連れて行くんで、東京も大阪最優秀、大阪どうですかっていう話になって、で、当時もうその話は東京ではあったみたいで、名古屋も実は、まあ今もやってるんですけど、名古屋、東京から名古屋と大阪に派遣してたみたいですよ、最優秀。まあ最優秀と準優秀みたいな形で。で、じゃあ大阪、あの、一つ、一番いい最優秀取ったところを連れて行ってあげるよっていう、あの、よ、あの、読んであげるみたいな感じでやったのがもうそれが2007年から2008年にかけて、そこがだからまあそれまではそんな学生演劇の演劇祭とかあまりなかったね。その前の話をすると、それこそオレンジルーム、今のレッドホールの前身の劇場がオレンジ演劇祭っていうのをやってたんですね。名前は聞いた。それはだから何年前はもう1980年代とかになると思うんですけど、でその当時に、それこそまだ学生だった外箱町だとか、南梶万歳一座さんとか、新幹線とか、まあ、あの秋山俊太郎さんの俊太郎劇団とか、そのあたりがまだ学生の頃にそういう演劇祭に呼ばれて、なんで呼ばれたのかは当時のプロデューサーにお聞きしたいんですけど、でその学生、いわゆる当時の学生ブームの走りですよ、それが。でその時に、それこそあの関大の学園座にも賞状があったので、オレンジ演劇祭最優秀賞みたいなのがあったんですよ。で、あ、これこんなんあったんや。もううちらの90年代の頃にはもうなくなってたんですけど。台本って書いてあるから。そんなんがあって、で、その後で、90年代入ってから、一心寺シアター、旧、はいはい、昔の一心寺シアターの方で、はい、駆け込み演劇祭っていうのがありますね。聞いたことある。ありましたね。で、あれは、学生が主体で、だから、その劇場とかじゃ主体じゃなくて、学生が主体でその劇団を集めて、で大きいホールで、運営も学生がやるって、運営も全部学生がやってやってたんですよ。でそれがやってたんやけど、まあそのね、学生が運営するので、まあ途中で止まっちゃったりし、もう終わってしまったりもしたんですけど、多分私を記憶してるのはそれぐらいかな。学生演劇祭というOMS とかでもあったんですかね。いや、OMS ね、でもね、昔、学生が無茶して、出入り禁止の学生劇団もたくさんあったんで、たぶんね、じゃないですね。じゃないですね。うちの、なんか近くの劇団とかも結構やったりもしたので、結構怖い、昔は怖い劇場があったので、そう、学生が大町ミュージアムスクエアっていうところを使うのは、結構敷居は、まあ、でも当時は高かったですね。まあまあ、オレンジルームもそうですけど、 そうですね、その流れがあって今はその大阪演劇学生、今名前は道頓堀学生演劇祭だから、その2008年に始めた時は、はい、もう最初に失敗したんですけど、すごい長い名前だって、その大阪夕日が丘学生演劇祭、ああ見たことありますよ、チラシしたんですよ、でしたんですけど、名前が長いのと、なんか覚えにくいとか、なんかいろいろ、まあ、もともとあそこに夕日が丘っていうね、があったので、まあ、地名を取ってっていうのがあったんやけど、ちょっとまあ、全国と比べたときに、なんかちょっと微妙な地方色があったので、2年後ぐらいに、
大阪学生演劇祭、大阪じゃなくて大風にしたんですね。で、大風にしたのは、あそこの一心寺の前の通りが大阪っていう、七坂の一つなんですけど、はい、だからそれを取って大阪、はい、まあでも続けて言うと大阪ってなっちゃうんですけど、はいはい、で大阪学生演劇祭でずっとやってて、で、まあ、会場が道頓堀に、道頓堀ザザに変わった時に、まあ、大阪っていうのもちょっとね、大阪とも離れちゃうので、じゃあもうここで一新しようかっていうので、道頓堀学生演劇祭に変えました。ただ、まあ、実際、まあ、道頓堀学生演劇祭でも実行委員会は大阪学生演劇祭のままで撮ってますけど、まあ、ちょっと、ね、演劇祭の名前がどんどん変わっていくという。安定してないですよね。そうそうそう、変わっちゃってるんですけど。ザキさんは、その、どれに当てはまるか。僕は大阪学生演劇祭の時の人間ですね。2回。2回、第5回、第6回。結構出てあったんですか？いや、IQ としては3回出てますね。3回。次エクストラからやって、第4回出てるんですよ。デュープロと戦ったのは一ちゃん最後ですね。第6回。戦う、ああ、そっか。一応賞レースになってるので。勝ったんですか？負けた。いや、全負けしてますね。そうだね、ごめんなさい。えぐりましたけど。あ、そうですか。でも、それ何回も出るってことは、1年1回とかですよね。全然1年1回。ということは、大学入られて、演劇部に所属されたんですかね。はい、まあ、ちょっと僕の場合、はい、院行ってたので、はあ、ちょっとまあその2年間もプラスも学生扱いさせていただいて。ちょっと裏技を使ってたわけですね。もともとね、それ館っていう集団があって、はい、まあ、それは多分、岡崎のがよく知ってたのに。もともとは、でもその、関西大学。そうですね、関西大学の劇団よろずえまきという団体ありまして、はい、そこに入ってらっしゃって。はい、で、まあ、僕の1個上世代の、はあ4回、まあ、その時は1個目の世代の卒業公演で、うん、第3回の時でしたっけに、よろずえまきが参加したんですよ。うん、まあ、それはよろずえまきとして出て、まあ、僕ら後輩としてやんやんやん頑張ってたんですけれども、で、まあ、その後次の1年後ちょっと自分たちで出たいなと。でもその時よろずえまきとして出なかったんですけれども、その先ほど言ったそれ館っていう集まりがありまして、それは関西の大学生の演劇部演劇サークルの集まりで、まあ、年5回ぐらい集まってやんや飲んだり騒いだりしながら、でもその中で、まあ、まあ言ったら飲み会の集まりですね。サークルですね、言われたら。そうです、もういろんなところが集まって、まあ、でも交流があるという、はい、っていう中で、まあ、飲んで終わるやつもいたんですけれども、ちょっと俺らで演劇したいぞと、ちょっと集まって何か作りたいぞっていう仲間がいたので、で、そこで作ってみたのが、その最初はそれ館劇団が今9丁目っていう。じゃあ、複合チームというか。そうですね。そうなんです。複合チームの1回目になる。が1回目ですね。1回目ですね。あ、じゃあ毎回ちょっと仲は入れ替わりつつ。そうですね。でも2回目以降はもう僕のユニットとして ARQ ステージプロデュース劇団有馬9丁目という、ややこしいですけどARQ ステージというまあ制作団体、あ、ARQ ね、あ、なるほどね、を作って、そこがやってますよ、もうそれかの名前じゃないんですけれども、はいはいはい、そこがやってる団体ですよっていう形で劇団有馬9丁目という名前で2回参加させていただいています。そうなん、ステタイさんって関大じゃなかったんですか、はい、そうですね、まあ、関係はあるんですか、関係があるんですか、まあ、ステージタイガーの、はい、まあ、代表というか、まあ、メインのメンバー、はい、まあ、言っても十何人いる中のもう3人ぐらいなんですけれども、それがもう僕のよろずえまきの先輩にあたりまして、あ、年齢的には9個上なのでもう全然現役のかぶりはなかったんですけれどもトラモスさん、そうですね、トラモトさん、タニアさん、そしてヒゲさん、あ、ヒゲさんもそうですね、あの3人がよろずえまきの同期で、あ、同いなんだ、はい、そうなんですよ、なんかそう、で、そのそこもよろずえまきの4回戦の時にちょっと俺らでもうよろずえまきの違う場所でやりたいぞって集まったのが特攻部隊爆弾だったらしく、あ、で、それで出張ったんですかね、それは関係ないですか、爆弾と、爆弾の頃はまだ演劇祭できてなかった、あー、なるほど。それから、あと出来上がった。爆弾ができたんですよ。あ、そうか。虎の巻を。すごい資料をお持ちで、今回。
藤原さんって言ったら最近これの話題で持ち切りですけどね。2000年ですね。だからちょうど見てみますと。どういうことですか、これ。大学のね、大学別に、その、いろんな劇団さんが大学、この大学のこの演劇部から出たんだよっていうやつが、もう一覧にまとまってる資料なんですよ。こんなん、どこにも多分ね、持ってないから地道に調べていかなあかんっていうやつの資料が結構網羅されてるんちゃうかなという資料、はい、それを今藤原さんは作ってらっしゃる。特に暇ちゃいますよめっちゃ忙しいだからちょこ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 で、それでいくと、はい、先ほどおっしゃられた爆弾さんですよね。は寛大ですよね。よろず絵巻の、はい、2000年ですね。5枚あるうちの2枚目。これですね。あ、ここか。近いとこだと、ちょっと前にタントリズムさんがいるんですね。そうですね。タントリズムもまだやってた頃ですね。同時期やってるのはランニングシアターダッシュさんと。ダッシュはもうその頃はすごい大きな劇団で。これそっか。ヨーロッパと同じ。そうですよね。実はヨーロッパ企画と同期なんですね。ちょっとその後に別のとこで2年後ぐらいに加納とおっさんが始まってこれちょっと面白い。その前、だからその辺もね、加納とおっさんも、はい、その前にラブザワールドっていうね。シャトナーさんのユニットでやってて、あれはでも輩出してましたよね。すごかったですね。ミジンコターボさんとかね、うん、突撃金魚とかね。ああ、そうか。そう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 。そう、百万両さんとかサリングもラブザー出てたし、サリン助教授やったころ。そう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 。そうなんですよ。なんかちょっと話してみますけど、学生劇団の人って絶対そういうネームになりますよ。そうですよね。そのままやってはる人もいますけどね、たまに。ウォーリー木下さんとか、絶対その時につけたものないと思うんだけど。吉村シュークリームさんとか。シュークリームさん。ザキアリマもそうなんですか。まあ、高校の時のなんですけれども、まあ高校の時と大学のあだ名を一緒にしてしまって、もう誰か呼ばれてもいい名前にしようかなと思った結果がザキアリマ。あ、そうそう、その面白いのは、ここだから昔神戸大学の劇場にいた方で、今やってる、今空の駅にいるんですけど、三田村圭司君って、僕同いぐらいなんですけど、その頃はあの子何やったかな、なんかありますよ。ケイニヒスクローネ三田村っていう。なんでそう。わかんないけど、なんか毎回ちょろちょろ変わるっていうのが。それは面白かったね。なんて思って。自由劇場、西田シャトナーさんとかもそうです。あ、そうか。あの、寝台の。なるほど。八の津田ですね。八の津田さんね。そうか、多いですね、やっぱりそう考えると。いや、これすごいな、この資料。これはどれぐらいそのちょこちょこ時間をかけはって作らはったんですか？12月に、まあ、これもちょっと話しながらですけど、スタッフ祭っていう、はいはい、まあ、昔からやってらっしゃいます。昔某劇場でやってたものを、それ某って草なんかいや別にいいですよ。あの石井シアターくらいでやってたんですけど、まあ、もう、とか、やめて5年ぐらい経つのかな、まあ、ぐらいです、ね。うん。なので、ちょこちょこ、なんか、スタッフさん面白かったよね、みたいな、なんか噂に出るらしくて、はい、で、なんか、まあ、ネットで言うのもあれですけど、例えば、劇場内でドッジボールしたりとか、劇場内走り回ったりとか、あと、まあ、証拠バトンに一つって、はいはい、ランクイズやったりとか、そんなんやったんだよ、やったんだよって言うんですけど、はいはい、その、今の若い子たちが信用しない、できるわけないじゃないか、みたいな、あって、やってくださいよ、みたいな話があったんで、よく来るんですけど、ただ、もうできるわけない。今となってはできないので、はいはい、で、まあ、ただ、やっぱり、その若い子たち、まあ、当時、その若い子たちと、その年配の人たちが集まれる飲み会じゃないけど、ただ飲むだけじゃなくて、ちょっと遊べたりする、スキルも、技術もちょっと、スキルも見せれたりするようなイベントがしたいなというので、スタッフ祭っていうのを、まあ、昔やったんですけど、それってあれですね、演劇関係者しか入れないんですか？一応ね、関係者だけにしました。じゃないと一般の人が来て、うん、まあ結構ね、そのスタッフ祭って、まあ
ここだけの話にしときますけど、はい、あの結構あの血みどろのなんか、あの釘早打ち、釘10本早打ち大会とかしてて、それであの間違って指叩いたりする結構あったりして、もうそれも自己責任で、お前は知らんよみたいな感じしてたので、なのでその一般のお客さんが来て万が一怪我されると、まあそうですね、やっぱりちょっと偉いことになるので、だからもうそれをね、一般の方がいらっしゃらない方がやっぱり関係者だけなので楽しみやすかったっていう、まあまあまあ、うちうちのってあってね、そのまあ飲み、まあお酒とかもなしてたので、飲みすぎてベロベロになってみたいな、飲みすぎて早打ちとかさ、できるまでやってたんですよ。むちゃくちゃですよ。むちゃくちゃでしたね。まあ、そういうのをやってたんやけど、まあ12月にやろうと思ったの、はい、まあちょっと交流じゃないけど、はいはいはい、その今学生演劇祭やってるけど、その学生とやっぱり上の人たちとやっぱり話す機会とか、あので若い子たちを吸い上げてもらったりするなんかいい場が作れないかなと思って、12月に1回ちょっとやって、はい、でまあ1月4日にも、はい、やったんですけど、でその時に何かイベントごとが欲しいなと思ってまとめたのがこれ。あ、それがこれなの。これだったんです。で最初はね、この A3 のサイズで3枚ぐらいやったんですよ。で最初に12月に出した時に、はい、そのぶわーっとみんな、その特に上の人たちは、はい、これ違うよみたいなんで、あ、書き出してくれて、間違ってるとか、ここにこの劇団あるよみたいなのをずっとすごい書き出してくれて、でそれが倍々に増えて、今もだってこれね、5枚、今5枚目に入りましたね。まあサイズによって全然変わるんですけど、はいはい、面白いですね、いろんなところから、うん、そうですね、だからやっぱりいろんな、今度まだ京都もっと情報を出してあげるわみたいなのもあるし、はいはい、なんかあんまりこうやってまとまってアーカイブになってるものないですもんね。ないですね。だからこれをどっかのね、まあ、企業さんでも、まあ、個人でもいいんで買い取っていただいて使うやろ、本にするとか、なんかして、本にはできそうですね。なんかそういう研究材料にするとか、もうあの、まあ、買い取ってじゃなくて もう無料でそんな情報提供はするので、なんかね、こういうのを残したいなというね、意外に知らない、特に現役の学生たちが今のその自分の出身大学の OB 劇団を全然知らないっていう、それはそうですね、それがショックで、そうですよね、わからなくなっちゃう、だんだん、まあ、やってるところはまだしも、はい、やっぱりもう辞めちゃった劇団とかは、うん、当時はすごいムーブメントがあったけど、やっぱり5年10年経っちゃうと、インターネット上にもやっぱり資料もないし、知らないんですよ、ね、うん、それはすごいもったいないな。でやっぱりね、ずっと続けてる劇団とかもたくさんあるので、うん、そんなところも見に行ってほしいなっていうのもあるし、うん、でそこで何かね、同じ大学出身とか、同じそれこそ演劇部出身とかあったら、先輩後輩で何かつながったりとか、はい、そんなもできるんじゃないかなという、うん、まあ、そのための資料ですよね。そうですね、先輩後輩でつながってみるっていうのが面白いですね。面白い。なんか、この大学によって、なんていうか、劇風が似てるとか、そういうのはあるんですかね。いや、ある、ありますね。どっかは。同志社なんかも明らかに。はい、同志社。まあ、MOP はどちらかというと、ね、エンタメでしたけど。あ、本当ですね。なんか同志社ってなんか会話劇っぽい。アノンズさんもね、うん、応援会さんがそのあとになって、うん、まあ、ヨーロッパ企画が、ね、はい、京都ロマンポップいっぱいやんってな、インクチテージ、うん、そうか、インクチテージは応援会の流れがそういうことですよね。あ、ほんで、あ、猫さんとかは来ない、遊撃隊の大熊猫さんは同志社なんですね。その辺まで教えてください。そう、僕そうですね、そういうゴシップ大好きですから、ちょっとなんかあればどこな大学って聞いていきますよ。へえ。で、あ、確かに何か、だから、ザキアリマさんの
流れとしては展覧会の絵とか、ダッシュとかの流れですかね。もっと言うと天井桟敷の流れが入ってるんですね。おお。まあまあ、ご機会ね、そこまでいくとね。ご機会結構前になりますけど。でもまあ、だからよろず絵巻ができたのが2004年なんですね。はいはい。あれでもこれちょっと違うな。2004年ってことはない、ね。いや、ないはずです。もっと昔からある。間違ってるわ。そういうふうに分かっていく。そう84か94ですけど。今の現役の子が21期生とかになるので、94ぐらいですかね。そうじゃないですかね。そうか。まあ、これはまたちょっとちょこちょこ見ていきたいですね。すごいな。弱にから劇団だっていうところあるんですね。あります、あります。代々木アニメーション学校、はい、専門学校もちょっと、ヨロズワ・トーキーですか、うん、吉田翔太、そうなんですね、まあ、出身者が多いっていうのもありますけど、なるほど、うん、でもなんか分かる気はしますね、ちょっとアニメーション、うん、なんていうかこうキャラクターが強くて面白いお芝居が多い。仏教大学とかね、笑いのない努力クラブ、ひねくれてるから、ニットキャショーダウンもある意味、京都でショーダウンやから、うん、そうですね、あ、そうですね、だからある意味、そう、反動みたいな、うん、あるかもしれないですね、うん、そうですね、すごい、京都であれをやってるっていうことはひねくれてるかもしれないですね、そうかもしれないですね。いっぱい大学ってあるんだな、そっちか。そっちかよ。じゃあありますね、うん。すごいですね。でも近代とかもすごいいっぱい輩出してますね、こうやって見ると。うんうん、そうだね、やっぱり近代が強いんかな。近代強いイメージありますよね。まあ、大きな勢力の一つって言っても、うん。芸大が一番ですね。あ、芸大が一番、だって半分ぐらいページ使ってるんですね。やっぱりだからこれ続いてる劇団で見てると結構あの面白いですよね。そのこれあのまあブランクにしてるのはあの解散って書いてないところは、公演をしてないところはブランクにしてるので、ここかこういうやつですね。そうですね、だからずっと公演してるところはずっと長い帯になってるし、で、あの残念なことに、あの我が関西大学は今、はい、我があの、そうなんです、もう今3劇団しかないっていう、ね、関西大学これですね、あの今続いているのはステージタイガーさんとリサイクル館の会、リサイクル館の会さん、はい、あの久野奈美さん、めっちゃ昔、あ、もっと前にいろいろやって、そうなんですよ、ちょこちょこね、あのやってまたここ3年ぐらいずっとやってきてるんですけど、でもこの間、OMS かなんか、最終に残ってたかな、なんか、ね、久野さんね。そして、有馬君。こんなすごいな、ね。最後の、最後のって言ったら、なんか、あれですね、有志ですね。そうですね、劇団がだから続いてないなという、改めてちょっと寂しく思ったりもしたり。あとそれこそ近代とか結構ずっとみんな続いてるなぁとか、はい、近代は仏教大学も結構続いてる、近代すごいですね、ほぼ書いてるものはだってまず閻魔さんが続いてるもんね。学生劇団かというとちょっと違うんですけど、ちょっと違うんですけど、まあまあでも近代出身ということで、これ気配転書シアターがあって、でファントマさんになって、今は今プレゼンするんですよ。デスデンさんもありますもんね、うん、HMP シアターカンパニー、カラスマストロークロック、尼崎ロマンコルノからの万博設計、うん、お肉は近代か、お肉ですね、で亀ハウスとお肉は同期なの、なんかわかるわ、なんかわかる。匿名劇団と明日風が一緒で、プロトテアトルとサニーが一緒。で、まあ、サボテン座、まあ、これはサボテン座じゃないところをまず出して、サボテン座出身でいうとスクエアと永久ミッシングリンクと2月病かなっていう、はいはいはい、あれあの声優劇場って近代じゃないですか。あ、そうか、松屋さんも ね、 ね、うん、で僕も今思った芝居姉妹が近代、
ポレツネキがやる。またデータでもらえますか。ごめんなさいね。みんな言うてくるやけど、覚えられへんし。こういう感じやった。そう、こういう感じで、あれ忘れてるよって言われるやけど、覚えれないんで。そうね。そうですね。だから絶対まだまだありますよ。これで全部じゃないと思うんで。ぜひ名乗ってほしい。いや、ぜひぜひ募集してますんで、これ打ちてもらう。わかんないけど。募集忘れてるよみたいなのがあったら。ツイッターとかでも流していただいたら。はい、ハッシュタグですか。ハッシュタグ何したんですか、うん、これは。何やろ。何でしょう、ね。なんて言うんですかこれ。藤原表裏ですか。いやいや、学劇でハッシュタグは作ってますけど、学劇まあ何でもいいです。あの藤原さんの名前出たんですね。学生演劇祭のホームページからあのねあの入っていただけたらいいし。はい。わかりました。僕ちょっと考えようこれ。持って帰ってから思います。宿題にさせてください。はい、はい、はい。ありがとうございます。すごいな。あ、そっか、でも。まあ、流れとして、だからこれを作ったのも本当に学生たちに何か、あのね、その学生、昔の学生劇団ってすごいね、うん、あの私が言うのもなんですけど、はい、そんなに演技とか上手くなかったと思うんですよ。あ、結構。逆に言うと。あのそうなんですね。ただ、はい、なんかね、あの圧力というか勢い、ね、自信というかやるぞっていう気合とか、はいはい、なんか絶対絶対なんか俺を見てくれみたいな、うんうんうん、勢いがねすごかったし、うんうん、で先輩のカリスマ性とか、うんうん、やっぱりもう何言っても、はい、無茶なこと言今考えると無茶なこと言ってたなっていうのはたくさんあるんですけど、はい、でもなんかやたら説得力があるとか なんかそんなんがあって、ね、この人についていこうみたいな、どんなに、まあ、それこそ演出されながら殴られたりしたりしたこともあるんですけど、でもそれでもやっぱり演技が上手くなるためだみたいな、で熱い感じだ、熱かった、もうお芝居することに対する熱さがすごかった、でそういうのがあったんですけど、今の若い子たちってあんまりそういうのを感じられないし、でだからその何か例えば政治に対することとか、はい、戦争に対することとかで、はい、こうやりたいんだみたいなのが昔の学生たちはすごいあったのに、ね、今は今ここ数年のなんかあの作品を見てると、はい、引きこもってますとか、あ内省的なの、あの彼女ができないですとかどうしたら、まあまあはい、童貞捨てれるんですよとか、なんかそれはね、分からんね、なんかね、その、いや、もっと大きなこと、まあ大きなことじゃなくてもいいんやけど、なんかそこから爆発するような何かが生まれないのかなっていうのがあって、で、それこそ本当に最近よく思うのは、今の学生、劇団に入ってる学生たちが、お芝居を見に行ってないんです。それは、まあ学生同士、もうそう、まあ、学生同士は多少見てるかもしれないですけど、例えばこういう OB の劇団であったりとか社会人の劇団であったりとかっていうのをほとんど見に行かないっていうの、なんでなんでよ、あのね、お金がない、まずお金がないって言われる、でもそういうことを招待するからおいでよって言っても来なかったりするんですね、いわゆる見晴らしって僕ら言いますけど、見て仕込みとかバラしとかして、うん、ただで見させていただく、うん、勉強ためにとかいうのも今はない ないですね、ないというか減ってますよ、ね、そうでした、うん、だから すごいもったいなくて、もったいないですね、あの、まあ、本で読んだりとかね、その、まあ、学生同士でいろいろスキルを高めるというのも当然大事やけど、やっぱりプロの人たちのお芝居を見て何かしらあれどうやってんねやろうとか、うん、あのすごいなこの人たちみたいな役者に共感したりとかいうのがあまりなくて、それこそ、まあ、学生集めてよく話するんですけど、好きな俳優はとか、はいはい、好きな劇団はって、はいはい、出てこないんです、劇団を、ね、見てないから、見てないから、からいないんです、それこそそれより芸能人の誰々が好きですとか、お笑いの誰々が好きですとか、はいはい、そっちに行っちゃってて、で実はこれ数年前は東京は違ったんですよね、はい、どこどこの劇団が好きですとか、うん、結構まあ夏期空客が好きだとか、うん、なんかいろいろあったんですけど、
つい最近東京も同じような現象になってて、東京もあんまり見ないです僕たちみたいな、でも自分たちで勉強してやってるんでみたいな、これはまずいぞと、それではいい作品は生まれないんちゃうかなと思ったりもしてて、確かにでもその個人の物語というかが増えてる感覚はありますね、うん、それが彼らのリアルというか、うん、逆にその虚構的なものっていうのは信じられなくなってるみたいなことを若い子から聞くことは、福ちゃんとかね、匿名劇団のとかはなんかそういうことを言ったり、大田団地君のクラブもなんかそんなことを言ったりするので、もしかするとわかんないですけど、この切り方は雑ですけど、やっぱ震災があったりだとか、うん、そういういわゆる安全神話が崩壊したからそういう流れになったのかなっていう、うん、世相なのかもしれないですけど、でもどうなんですかね、そのわかんないな、ちょっとそこら辺がね、まあ右習いにする必要は全然ないんですけど、でもやっぱり門戸を広げてあげるというか、うん、私ね、学生にしたりするときにいつも門戸を広げて、まあさっきもよく知ってると思うけど、はい、劇場使って好きなようにやってって、はいはいはい、よく言うんですよ。何やってもええよ。何やってもええよ。じゃあ具体的に何ですかって聞かれるから、はいはい、火だろうが水だろうが火薬だろうが何でも使ってやったらええやんって。はいはいはい、でやりたいことをまず言えと、うんうんうん。何々をしたいです。はい、例えば劇場、よく一回あったのが劇場内で花火を打ち上げたいですって言われたんですよ。なかなかですね。じゃあ、なんで打ち上げたいのっていう、うんうんうん、このここの劇場のタップが6メーターありますと、はい、6メーターで花火を、まあ低照花火っていうのがあるから、それがまあ何十万かで、まあ、買えると、はい、でそれをまあ火薬法があるので、それこそ消防にも行かなあかんし、うんうん、火薬 その、まあ、もし扱われたら燃料もいるかもしれないし、うんうん、で、実際その飛ばした時に上に灯台があったりしたら、はい、もし何かあったらそれも保証もせなあかんよって、うんうん、で、何よりもこの 6m のタッパーで打ち上げ花火をした時にかっこいいと思うかっていう話をするんです。で実際花火が打ち上がりました、はい、どんなに頑張っていろんなことをクリアしてポンって花火が打ち上がりましたと言っても、はいはい、6メーターってそんなにね、お客さん、まあ、客席から見るとそんなに高くないけど、それこそ青天井の状態で花火が打ち上がったらそれはね、うん、テント芝居とかで花火が打ち上がったらすごくかっこいいけど、はい、劇場内で生の火を使って花火をして絶対これ効果薄いでっていう話をするんです、うんうんうん、でその上でもやりたいんやったらうちは申請の仕方とかも全部教えたと、うんうん、でどうするで、はい、そのやり方としてはそれこそ照明で見せるやり方もあるやろうし、はい、役者の演技と音だけで見せるやり方もあるし、こういうやり方もある、こういうやり方もある、こういうやり方もある、でもそのお芝居をね、本を読んでるわけじゃないから実際どういうふうにやりたいか分からんけど、はいはい、実際それをやりたいんやったら効果はこれぐらいしかないよっていうところまで教えてあげる、だからやりたいことは全部言ってこいっていう話をして、結構ねそんな話も、まあ、うちもね、うちは水を使いたいなっていうのがあって、噴水を作ろうとして、で実際に石井の楽屋の、はい、それ楽屋の洗面台の水をホースで引いて、でそれを舞台上に流して、なんかなんとか回収する流れまで作って、舞台上で水流せないかっていうにしようと思って、で小屋の3日前ぐらいに、あこれ無理だっていうのが分かって、あそうなんです、皆さんすいません、あれはありまうちですよ、噴水を作るとしたのえそれはどうしたんですか、その時やめ、やめたんね、うちはやめてしまいました、実際だからやってもいいよっていうところまで行った、はいはい、で実際リハーサルから一回やったやったいや劇場ではやれなかったんだったかな、その舞台作ってた場所で実際に水流してみたら、これ全然ちょっとどうしようもないぞってなってしまう、いやだってね、持ってくるその、まあ、こう滝のようにね、岩肌から水が流れるような形にしたいんですって言った時に、その岩肌が段ボールだったんですよ、段ボールって木だった、木だと思うんですけど、木で木に色を塗ってるだけみたいになって、
それ大丈夫？普通に考えたら。で下どうするの？いやなんかあのプールのこのね、はい、ちょっとためでやるって、はい。それ何分やるの？いや結構長い時間。たまるよね。これ何分いけるかなみたいな。そこ計算してから実際だからたまる前に終わるようにするか、じゃあここからさらに排水することを考えてもう一回来てって言ったら、俺結構期待してたよ。こんなね劇場内でこんな滝がみたいな。面白そうです。結局まあやめちゃったんだけど、現実を見てしまって。なんかそのね、2、3年後ぐらいに金沢で同じようなことやっててちゃんと成功してる団体を見てしまって、それはちゃんとポンプ持ち込んだ上でなんかちゃんと下から引いたのを上でちゃんと流して、水ポンがだって、結構視覚的にも非常に良くて、水はでも確か去年ぐらいにちょっと話題になってるとこありましたね。ポンプがどうだったか、はい、結局ねやりたいけどやり方が分からずに勝手にやるとそうね、劇場を怒られたりしちゃうんで、ちゃんとね劇場側もあのそれをねやっぱりあの勉強しなきゃいけないので、うんうん、あのまあ私劇場もずっとやってるので、まあ、今もそうです、ね、あのだから本当にできないダメっていうのがすごい簡単で、劇場って、うんうん、ダメって言っちゃったら終わりなんですよ。うん、ダメです。ダメです。で、終わりやけど、できるためにどうしたらいいかなって考えてあげるのが、そういうこと学生とかに対しては本当に必要なのかなっていうのは思いますね。まあ、プロはプロでまた別ですけど、だからそういう意味でダメって言わない。で、だから勝手にやらんといてなって言うだけ。そう。とりあえず言うてっていうところから、ちょっとだから、ある種劇場論みたいなところも。なってきそうですね。今カフェ公演とかも多いですけど ね怖がってるんですよ、劇場公演を。でお金も取られるし、まあそうです、まあ、値段的にはやっぱ高いですし、うん、でなんか制約多いし、うん、で体感時間守らないとなんか怒られるしなんかね、すっごいビビりながら入ってきてるのがあって、だから もちろんね、しっかりあの、ね、守るべきものは守らなきゃいけないけど、でも怖いところでもないし、だって自分たちのやりたいパフォーマンスをやるだけなので、そのために安全とかそのね、よくありますよね、なんか食べ物をなんかこぼしたいんですけど、うん、いいですかみたいな、はいはい、まあ、去年もありましたけどね、キャベツを踏みつけたいんですみたいな、あったりして、はい、床どうしたらいいですかいや、そらよちゃんと養生せなあかんでしょうとかね、あ、まあ、だからそこを教えられることによって他の劇場でも使える知識になるし、そうそう、表現の幅は逆に広がるわけですからね、うん、どうすればいいかって分からん状況が分かってくる、まあ、できないんじゃなくて、やるためにどうしたらいいか、ここまでやるからやらせてくださいっていう言い方に変わるといろんなことができてくるし、それはだからもちろん劇団の劇団もそうだし、スタッフとかも含めて一緒に考えれるような場になればもっと面白くなる。だからそういうのを学生の時から制約するんじゃなくて、学生の時にいろいろやって、まあ、失敗して怒られてみたいなのを繰り返しながら、まあそういうね、今続いてる劇団多分そういうところいっぱいあると思うんで、よう怒られてる劇団いっぱいあると思う僕らもよう怒られました、うん、OMS 的になってるところあるかもしれないそうね、的になってるところとか上げていきたいですねそういうわけでね、やっぱり生でやる以上はなんか自分たちも楽しむものができればいいかな。だからそういう演劇祭にしたいなと思って、かれこれ9年続いてるという。お疲れ様です。なんかもうありがとうございます。ちょっとじゃあ、そろそろブレイクを入れようかなと思ったんですけど、はい、そうですね。劇場論まで果たしてもちょっと面白かったんですけど、それもありつつ、今度ザキさんにその学生の時の話とかも聞きたいんで。うん、実際どんなんなのかなみたいな、めっちゃ合コンとかしてんのかなみたいな知らないの。じゃあ後半は聞いていきましょうか。はい、次へ見えます。
にちは、キングアンドヘビー飯島松之助です。我々キングアンドヘビーは、まあ、我々言うても僕だけなんですね5月ゴールデンウィークが明けた次の週の土日に金土日にですね、我々キングアンドヘビー旗揚げから2作目の作品を上映いたします。作品がですね、いつもお世話になっております、手のひらサイズさんの、岡本邦彦さん作の、ラジオドッグという作品をですね、上映いたします。会場はですね、旗揚げ公演と同じ、梅田ヘップホールでございます。はい、こちらの方で第2回目の公演を、満を持して、1年半年ぶりに取り行いたいと思っております。はい、かなり、まあ、もちろんね、もう盛り上げてまいりますので、はい、皆様、はい、ぜひぜひ、はい、ね、ガールズを見てもね、はい、ありがとうございます。いや、そちらの方もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、SP 水曜劇場をご覧の皆さん、劇団ショーダウンです。次回劇団ショーダウンは錆色の瞳、黄金の海という作品を、1月に東京、大阪は2月に大阪で上演いたします。1月は21日木曜日から24日日曜日、4日間シアターグリーンベースシアターにて、上演いたします。大阪は2月11日から14日4日間千葉サザンシアターにて上演いたします。東京公演は上杉一平さんが出会ってで、その役を大阪公演は、スタジオの夏目邦夫がダブルキャストでやりますので、両方ともお楽しみいただけると思います。鋭意稽古中です。みんな駆けつけてきてくれました。もう絶賛稽古中で、とりあえずでも前よりもシーンも増えてれば役も増えてボリュームたっぷりになってるので、ぜひぜひお時間よろしければお越しください。せーの、お待ちしてます。次回笑いの内閣は第22次笑い内閣朝まで生ごずら2020という作品を上演します。こちらがポスターでございますね。こちらが最近ビッグカメラで買ってきた、はい、2005年に笑いの役が旗揚げした時にですね、作った作品でですね、若狭湾沖に謎の大怪獣ゴズラが出現、怪獣が現れたのに合わせてですね、支持率を回復させるために頑張ろうって言うんですけど、内閣のみんな無能すぎてですね、ろくに対策もできずに、ゴズラが被害が広がると。2014年とかってちょうど安倍ちゃんのですね、がちょっと内閣改造したとガタガタ不祥事があって、これはこのままいけばようやく支持率が下がってこの話が再演できるかと思って、2016年のこの時期に再演という計画を立てたのに持ち直したので、もう大変客に苦労したんですけど、僕のせいじゃないんです。支持してる奴らが悪いんです怪獣が現れたらですね、どういうふうに日本を対策するかっていうのをですね、日本対ゴズラっていうんだったり、それはなんか安野君がやってくれるみたいなんで、まあ、僕がやらなくてもいいだろうとなりまして、もし怪獣が現れたら、町の旅館とかそういう観光とかやってる人はどういうふうに対策するかという話をね、やろうと思っております。2月11日からアトリエ月見でですね、ちょっと潰れる劇場なんですけどもしこの間ずっと仕事だっていう人がいたら労基署に行った方がいいと思います7連勤というのはしてはいけないことになっておりますので。そして、3月の4日から6日間で札幌のシアターズーというですね、1階がセイコーマートっていうですね、北海道しかない、コンビニ家族ワクワクセイコーマート、札幌の方もぜひ見に来ていただければなと。メカゴズラも出てきますし、ちょっとネタバレなんで明かせないんですけど、もう1回怪獣が出てきます。そこ盛り上がりポイントになるから、怪獣のことをさ知らない、はい、小さな女の子が歌ったら出てくる怪獣これね、
が僕がオリジナル作曲をした曲なんで、それはぜひ見に来て、あの、聴いていただけたらなっていう、そこが見どころです。ある部屋でふと目が覚める。ここがどこなのか、どうやって来たのかわからない。真四角の部屋、壁に囲まれ扉もない。目の前には見知らぬ男女数人。カチリと何かスイッチが入る音がして、四角い部屋からの脱出劇が始まった。劇団一撃屋がパフォーマンス満載で送るミステリアスエンターテイメント、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。シルコサンド休憩中に、はい、お客様からいただきます。ここの名物。名古屋ですよね。名古屋。名古屋。シルコサンドをいただいたので、これを食べながら続けてますけど。美味しいって、ね。はい。そう、食は食べてください。はい、どうぞどうぞ。じゃあ後半戦ですね。後半戦は先ほど言ってましたけど、学生の時代をちょっといろいろ。あの、セキララに告白していただこうかなと思っておりますので、それをザキアリマさんの方から、はい、はい、ちなみに、何年に入学されたんですか？僕は2007年に大学入学して。2007年、若いな。平成で言って、平成全然覚えてないですもん。何年？19年。あ入学されて、はい、その高校演劇とか、高校演劇やってました。僕地元が神奈川県の方でして。あ、そうなんですか。で、それでその時通ってた横浜の高校の演劇部入って3年やって、はい、で1年浪人してからの入学なんですけど、はい、でなので多分大学生演劇やってたのを、その高校生と E の時と、まあ、浪人とかも含めると10年ぐらい。お、え、10年キャリア10年弱。うん、まあ、大学入ったらもう演劇部に入ろうっていうのはすぐ決めてらっしゃるんですか？まあ、ふわっとでしたけども、やっぱり、まあ、惹かれるものはあって。今から例えば入ろうか迷ってはる方が、この4月からね、大学になる方がいらっしゃると思うんですけど、なんかこう、いい選び方とかあるんですか？いい選び方。僕が夜勢巻選んだ理由の1個は、単純に、すぐ稽古行けるってのがあって、場所が違う、場所が。僕が関大 の、 あの高槻キャンパスっていう、その関大ってキャンパスが今3つぐらいですけど、はい、で、まあ、あのさっきの年表あった中でも学園座展覧劇場学蔵座さんが、千里キャンパスの大きいキャンパスの方だったんですけども、僕ら夜勢巻はあの高槻の山奥のちっちゃいところだったんですよ。そうなんですね。で、最初入学した時は実際に最初足運んでみたのも学園座のブース行ってみて、あ、演劇、大阪の演劇こんなんあるんだなって見たり、あと実は同志社小劇場にもちょっと足運んでて、でいろいろどこ入ろうかって迷ってたんですけれども、自分のキャンパスの外に、ね、してしまうと結構行くのがちょっとしんどいなとなってしまったんですよ。一緒の感じですね。もし全然足を遠いもんな、駅からもバスで30分登んなきゃいけないんですよ。めちゃくちゃ遠い。ちょっときついですね。結構大学って山の上にあるとこ多いんですけれども、歩ける範囲なのはあのやはり神戸大学とか、はいはいはい、あそこも結構しんどい山ではあるんですけども、まあ歩こうかなって思ったらちょっと山軽い山登り気分で行けんくはないんですよ。半額もね、うん、半額もそうです。半額なんかちょっと高級住宅街のと閑静な ねところに行って、ああいい場所だなと思いながら行けるんですけども、確実に高槻キャンパスは登山決意しないといけない。そうだよ、バスで30分無理。高槻キャンパス線はすごいバカウケの話なんです。
でしょう、もう天空の章とか呼ばれてます、ね、相当やな。学校行く時も登校とかじゃなくて登山。なるほどね。ちょっと駅前で集まろうねって言ったら、じゃあ俺先下山しとくわ。そう、まあそっか、近い方がいいか。そうなんですよ。だから全然なんか行ける環境にあるとか、なんかそういう行くのがしんどくないというのであれば、可能性広げるためにも自分のキャンパス外行っても全然いいと思うんですけども。同志社小劇場を見たっていうのがあったから、そういう選択もあるんやと思いましたね。同志社小劇場はなおさらあのキャンパスいろいろ、田辺何でしたっけ、田辺と今出川、今出川、めっちゃ遠いですね、うん。とかも非常にしんどくて、で学生劇ってめちゃくちゃ稽古するんですよね、社会人に比べて。社会人に比べて、今だから私たちですね、ですね、もう週5、6稽古するの当たり前。何時間ぐらいやるんですか。大体3時間ですけども、団体によってはそれ終わってからも残って稽古して、結局本当夜12時ぐらいまでやってて怒られるとかいろんな人とかも聞くので。サークル活動やから毎日一応放課後的な時間にやって、うん、そうね、そこから自主練だっていう感じだね。あ、それすごいですね、考え。で、単純にその活動し続けられる時間を多く取れる方が、うん、まあいいよねとは、うんうん、なるほどなるほど。思います。高校演劇はあれですよね、そこまでは取れないですね、帰る時間も決まって。いや、もちろんそうですね、うん、まあでもやってる方っていうのは全然なんか自分の演劇部の外の活動されてる方っていう話聞くんですけど、それこそちょうど今ステージタイガーで公演やってた時にすごい今若い中学生とか高校生の、うん、でもダンスしながら演劇もやってるっていう子らがいて、もうその子ら全然演劇部じゃなくて、まあなんていうかレッスンみたいな、あ、養成所みたいな。そうですね、非常に強くて車線、あ、まあ車線もそうですし、ね、あと今言ったら郷さんの教え子の方とかがまあ参加してくれて、めちゃくちゃスキル高いんですよ。あ、まあそういうのがいいですね。でももちろんそういう演劇の仕方もあるんですけれども、うん、まあ一個の何ですかね、窓口として学生演劇選ぶっていうのは非常にいいことだと思いますし、そこでしか得られないものっていうのも絶対、やっぱ良かったですか。良かったですね。まあ他の道もあったのかもなとは思いつつも、まあおかげで演劇以外のなんかイベントサークルとかそっちは見なかった。そうそう、ちょっと見たかな。最初、あ、学園座入る前に、テニスそうそう、あんな飲み会と高校のサークルですけど、点検に見極められない。100人合コンで関大団の応援団に声かけられて、はい、で、落語大学に声かけられて、うん、あ、そう、落語大学も僕一回ちょっと覗きました、うん、落語大学は強いんですか。強いんです、あの関大の、応援団はよく聞きますけど、うん、桂三枝さんが出たところなんで、うん、結構、学生落語としては強い、強いところなんで、うん、まあ歴史も長いし、でも必ず歩いてると、まず応援団には必ずね。ラグビーもね。応援団っていうのは応援団ではなく、応援団じゃないですか。応援団っていう、まあ、応援団っていう応援団があるんですか。応援団っていう応援、何え、なんていうの、応援団という団がある。応援団っていう部活。部活、部、応援団部、応援です。あ、ね、あ、本当に応援団、応援部です。応援、うん、本当の応援団。だから朝、あらーす、こういうやつですよ、うん、これめっちゃでっかい旗持ってるやつです、うん、かっこいいけど、うん、あそこやったら就職はいいけど、あの学生時代ボーリフルっていう、そんなこと要するにもう鍛えられるんで、まあ、でも確かにね、うん、会社入ってちょっと学罰みたいなのがありましたけど、うん、前の顧問、うちの顧問が半額だったんで、ちょっと行こうかって言って行ったやつにどっかの会社の社長が来てはったりしてとかいうのは、うん、あるん、こんなんええんかな、こんなんええんかな、参考になる、参考になる、これからね。そう、まあ、あるけど、その中で一応演劇を選ばはったってことですよね。なんかでも、その楽しいサークル入ってみたいとか。そうそう、女の子とか好きじゃなかったんですか。めっちゃ可愛いやん。なんでそこ出れんの。いやいやいや、ステージタイガーさん、そういう流れあります、ちょっとトラモスさんがすごく実直な優しい方なので、うん、女の子とかとは、うん、自分はなっていう感じで話さはる。その流れを組んでる。組んでるんですかね。純情派の感じ。純情派。
俺の背中を見ろ。どうする？ずっと止まんないんだよ。あ、まあでも軽音にちょっと入りたいなっていう気持ちはありましたけどね。まあでも表現ですね。はい、まあ単純に女の子もいっぱいいたなっていうと、大学行ったらちょっとモテるかもなってすら期待はしてましたけど。そういう気持ちがないわけですよ。ないわけもちろんそれはね、あるんですけど。特に高校の時が男子演劇部で、はいはい、てかもう学校時代が男子しかいなかった。男子校いや、詳しいこと言うと、はい、男子校じゃなくて、併学制っていう学校で、はい、まあ、神奈川の桐蔭学園っていう学校なんですけど、でも大阪桐蔭とは違う。あ、違うのか。めっちゃ学校広くて、一学年1800人ぐらいいて、そのうちの1000人男子と800人女子が完全に分かれて、キャンパスが分かれてるんですよ。何その、何なの？だから一応、同じ学校の中に男女いるんですけれども、分かれてるから、通学路も分けられてるから、なんかあったんですか？いや、なんかそういう方針なんですよ。でもだけども高校3年の時の一部のクラスだけ男女一緒のクラスにさせて、そこめっちゃ競争率高いってことじゃん。でちょっとテンション上がり始めた人たちが付き合い始めて結局落ちると。ああなるほどね。でも男子は落ちるけども女子はなぜか受かってるっていうケースが多いです。僕はバカだから。でなんか僕は全然女の子に話しかけられなかったので。あ、じゃあちょっとそういう部分もあるんですか。ああちょっとね、期待はしましたけどね。今はもう全然ブイブイ言わせてる。可愛いですね。はい、いやすみません、ちょっと戻しますけど、この話は戻しますけど、そうだから演劇部に入って、まあ良かったこととか悪かったこととかなんかあったら聞きたいなと思いますけど。良かったことは何でしょうね。いやでもただただずっと演劇できる、稽古できる環境があったのは非常に、うん、それがさっきの、うん、ちょっとあれやなと思った。今思うとあれやったな。今思うともうちょっと他のことできたなっていうのは、やっぱそれしか見えなくなっちゃうので、それこそ本当に外行ってまあ遊ぶなり、全然演劇関係ないところに首突っ込むなりもできたと思うんですけれども、やっぱそこに入ってしまうと本当に、まあ、視野がめっちゃ狭くなってしまって、で常ずっと公演、いかに公演出るか関わるかってことばっかり考えて、難しいところですね。そこは一長一短っていうか、うん、今やから言えるみたいなところありますよね。役者とか作家演出家ってやっぱりなんか演劇以外のことをしろみたいなことを言われたりするけど、その基礎あってなんぼのもんやから、これはやっぱちゃんとせなあかんし、両方せなあかんのやけどみたいな。だからここをずっとやってこられたからこそ言える話かもしれないですね。それこそ一回テニスさんに入って、ああ大学生ってこんな感じなんだなっていうのをしっかり味わっといた方が良かったかなと。ちょっと言えないつらみたいなところだったんですけど、うん、でもなんか他大学とのそのそれ感っていうので付き合いがあるっていうのはいいなって思いましたね。普通大学でそんなに飲み会他大学やってないな。そうですね、多分そこはいい経験させてもらえたかなと。全然交流なかった、演劇の話もするんですよやっぱり。演劇の話がメインです。でもいきなり集まってなんか100人ぐらい集まる時とかあったんですよ。もう全然誰とも話さない。そうですね、で2時間飲み会あるうちの1時間がたくさん集まった団体の宣伝タイムになってしまうから。宣伝タイム。そうなんですよ。でその宣伝タイムがめっちゃ長いんですよ。なんでまあもう僕はもうその時もだいぶずっとほぼ毎回参加していたので、それからでこういう場所なんだよとか、なんか君にドラムスタッフしてるの、証明みたいな。なんでちょっとノリ軽くなちょっとナンパみたいなと思いますけど。っていうところでウェイウェイウェイってやっときながら。結構そういう感じだったんですか、ウェイウェイっていう感じは。どうなんでしょうね。今すごい猫かぶってはるっていうことなんですけど。まあでも楽しくそういうのもできたっていう交流はあるから、それは今関西の大学、例えば高校演劇今やってらっしゃったから見て、大学、演劇どこでやったらええんやろうなとか、まあ、自分の学力もあると思いますけどね、距離だとか、ここはおすすめとかいう大学ってあるんですか。ここはおすすめ、まあでも結構この年表に沿って話しても全然いいんじゃないかと、
大学に打ってというよりなんか大学の中でどういうとこ選んだらいいぞみたいなの、うん、あ大学はそれでさすがに選ばないと思うんで、うん、そうねめっちゃ本気やそうね学生劇団で大学選ぶはない、ねねねね、確かにねでも逆にねなかったら作れるっていうのはね大学の演劇は作ったで作ったやみたいなのもあるからそうですよねだから一概にここっていうのは今ねやっぱり人気のある劇団あの学生劇団とかは、はい、あの、うん、まあそれこそ神戸のあの八の須座自劇とかはそれこそもう自劇が劇団員80人とかなったのかな自劇すごいはね、うん、異常ですよ自劇すごいすごいことになってたりとか。あと、京都の潔癖も私は結構好きでよく見に行ってるんですけど、あのここも公益高かったりもしてますけども、ただね、じゃあそこに入ったら演劇上手くなるのかとか、そんなのまた別の話なので、まあ、特に学生劇団本当に世代交代が激しいので、その時一緒になったメンバーとか先輩後輩に、まあ、行ってしまったら恵まれるか恵まれないかっていうのも、巡り合わせは、うんね、4年で絶対全員入れ替わってますもんね、基本的には。そうね、基本的には。自撃は勝ってないイメージだけど、結構就職しよるっていうイメージ。勝ってる人いますけどね。まあいるけど、勝ちは結構残りよる。勝手にはね。いや、いろいろお世話になってますけど。どこの大学でもやっぱりこれだけ演劇部があったり、ねうん、するので、ねうん、最悪作ればいいんですもんね、うんうん、サークルやったらそれが割と高校とかよりもさっと作れちゃうっていうのもあるそうね、仲間が集まれば、うん、でも俺はこの劇団だみたいな言っちゃったもん勝ちなところはあるので、うん、学校の承認とかいらないですもんねいらないあのそれで言ったらあの承認してもらえる団体に入れるか入れないかっていうのはちょっとあるかもですね。なんか。まあ、この話とかもあると思う。だって学生でも、学生演劇って基本もう公演無料やんね。お金取らへん。うん。取れないところもあるけど、でも、あれどうなんですね。いや、いろいろですね。これ今やっと何が、お金以外やとなんかそうメリットお金が団体でちょっと出るなっていう空気を出す団体とかがあったりして。あいやもう実際だった話なんですけども、なんかちょっと外出すぎて、その自劇団の活動がちょっとお残念になってしまって、その役者が全然いない、公演が打てない状態だから外には出るなと。っていう、なんか、うん、ここがあったり、まあ、承認制になったりとか。だともう空気として、なんか、なんで外出てうちの団体の活動しないのって白い目で見られるようなところもあるみたいで。そんな大学じゃない。まあ、学生劇団があったまああったりし、はあ、おかげさまでよろずいまきは全然そんなことなく自由に活動させてもらえたんですけど、うん、なるほどねしがらみみたいなのもあるかもしれないですね、うん、それは社会人も結構あるむしろえぐいですよね、うん、なんかこっちも絡んできますよねあとさっきの藤原さんの、今の若い子が外見ないっていう話もちょっとつながるんですけれども、はいはい、結構こうその団体の中でその団体の先輩に憧れているとかその団体の演な作品に作品が好きだけれども演劇全体はまあちょっとそうでもないみたいなあでもそれは思うかも、うん、すごいな、ま、周りが好きみたいな子が今めっちゃ多いイメージが、だから逆に劇団的にやってるなとか増えてきたイメージがありますね、うんうん、まあちょっとユニットがやっぱり時代であってましたけど、うん、匿名とか、なんだろうな、がっかりアバターとかもそうだし、うん、劇団員だけで回そうとしてる、一撃屋とかもそうだし、うん、それはいいのか悪いのかっていうのは、なるほどね。じゃあ、選ぶのは難しいってことですね。まあ難しい。とりあえず大学入ってから。まあそうですね。そういうことで、まず勉強しよう。まず勉強しよう。危険だろう、お前。そういうことそれはそうね、大学。そう、あとは、そう、さっきちらっと僕、やってたんですけど、その無料で見れたりするって、結構だから今、ヘビーユーザーさんいらっしゃいますけども、だから大学演劇もなんか、一時見ていこうぜみたいな流れがあって、やっぱクオリティ高いのが高いんですよ。うん、高いんですよ
ね、学内でやってるのなんでこんな高いんやろっていうぐらい、でそれこそ稽古量も当然半端ないと思うし、なんかね、あのそれこそもう役になりきり方とか、そんなんもすごかった。それこそセットもきっちり作ってたりとか、どんだけ時間かけとんねんみたいなのがあったり、だから昔あの学園座とかはもうどう仕掛けを作るかみたいな仕掛けに凝ったりとか、そんなんもだからもう時間はなんぼでもあって、まあアイデアがちょっとなかったりするんで結構むちゃくちゃしてたりするんだけど、知らなかったりと。でもやっぱりね、見に行った時の面白いなみたいなのも結構ありますね。僕は現役の時の2階建ての建物の下にキャスターがついて、それが舞台上めっちゃ動く、そういうことを平気でやっちゃうんですよ、すごいね、学生が。怖いね。だからでもそれがやっぱ面白かったりするので、そう発想はそういう意味では豊かだろうかもしれない、ただそれをやっぱりね、学外に持ってった時にそうですね、縮小しちゃうのがすごいもったいないと思って、だからその持ってこいとは言ってるんですけど、学生のその熱いうちにそういう劇場でやっとけば、すくすく育つ可能性はあるし、いろんな人が見て、あそこすごいよみたいな話になったらもっと人気も出るかなとか、やっぱりね、昔 の, あの新幹線とか、はい、南川町はそんな感じだったので、だから当時からマスクメディアがその目をつける前から学内で、ね、1000人近く入れてたりしてたんで、外箱町とかも、もうその京大でやってた頃からそれこそグッズを作ったりとか、大学の時代もそれを売ったりとかっていうのがもう当時からやってたらしくて、だから もちろんお芝居で人気も出てたけど、それをどうやってその社会人になってやっていくかみたいなところも含めてもうちゃんと考えられてた。でそこに後追いでやっぱりいろんなマスコミが飛びついてきて、それこそプロデューサーも飛びついて、まあ、東京高専みたいな話になったりとかっていうのは聞いたんですけど、だから今ね、そのまあ例えば演劇祭やるからマスコミ取り上げてくださいよって、まあ当時最初の頃結構やったんですけど、結局今考えるとそんな学生一団がその応援しますでその新聞の一部を取るなんてそんなことはできるはずもないし、それを見てあのまあできたとしてもそれを見てお客さんがじゃあ何人、あ、面白そうじゃん、行こうぜって思うかっていう、それはやっぱり人気があるところが出て、あ、ここ知ってる、あ、新聞載ってるやん、見に行こうぜっていう、多分ね、どっか逆転しちゃってるのかな。ああ、逆転はあるかもしれないですね。だから、やっぱり人気先行なんです、何よりも。それは演劇じゃなくても何でもそうだけど、まあそうですね、で人気出すために何をするか、やっぱりいい面白いお芝居作って、やっぱり、個人がファンをつけたりとか、はいはいはい、そういう形でもうあそこ何するか分からんけどちょっと見に行こうぜみたいな感じとか、話題性とか、やっぱりそういうことをやっていかないと、なんかいつまでたってもね、その新聞載ってるけど実際蓋開けたらあんまりお客さん入ってなかったみたいな、はちょっとなんか方法論がちょっとだけ違うのかなというのは考えてます。逆転が起こっちゃってますね。でもちらっとすると話があれかもしれないですけど、途中でその例えば学生から新幹線さんも社会人に上がるとき、ここも多分結構なターニングポイントだと思うんですけど、これの乗り越え方みたいなのはあるんですかね。それは劇団を続けてね。結構やっぱりなんかまた出すけど、福ちゃんめっちゃ悩んでた時があって、そうそう。まあやっぱりだから。例えば大学で演劇やってると、その稽古場が、ね、学内使えたり、この稽古場をタダで使えるっていうことがあったりするから、ところがそれが逐一公民館借りたり、劇場借りたりせやなんか、劇場も借りなきゃいけないから、何十万かからない。じゃあこれをどうするのとか、お金の話ばっかりやけど、とかまあ単純に就職するわ、俺、抜けるやつもいるし、こう一つのターニングポイントかな。それはどう乗り越えてこられたんですか。いや乗り越えたと思ってないんですけど、僕はまだ。まあ現役中。どういうことですか。
今もそれで何あの社会人、あ、まあ、社会人としての活動はしてるけれども、うん、まあまあ、いったら今、しっかり劇団アニマ9丁目の活動っていうのがちょっとまできていなくて、うん、あまあ、今のところ短編作品とかを有馬9丁目アネックスっていう、はい、まあまあ、またややこしいんですけども、別名義で作品を作ってはいるんですけども、確かにあの仲間、今までやってた仲間がもう就職したとか結婚した、ちょっと演劇できなくなったわ、ごめんっていうのが非常に多くて、で、まあまあそういう非常に寂しいし、で実際にやりたい活動もできなくはなってきてるんですけれども、まあ自分がやっていく分に関しては、まあまだそんなに問題がない。役者をやらせてもらうとか、まああと今本当タイガー入らせていただいて、そこの活動、非常に活発にできているので、っていうので何とかして、続けてったら、まあまあ、それでまあ偶然残った人とか、あるいは帰ってくる人とかいるんですね。じゃあ出て行ったけど戻ってくる、はい、うん。就職したけれども、ちょっと安定してきたから演劇できるようになりましたっていう。っていうのが帰ってくるのを今待ってる。まあ待ちつつ、あの新しい仲間を探しつつ。なるほどね。なるほど。ああ、そう。っていうこともある。そういうのを見られてて、なんかこう、アドバイスみたいなの最後ですね。アドバイスというか、まあ、いろいろ見てきはって、こんな話もあったでとか。アドバイスになるかどうかわかんないですけど、うん、やっぱり劇団は残してほしいなと思います。劇団として。やっぱり、その、何人か、まあ、劇団員が何人であろうと、その例えば劇団としてその、まあ、スタッフなりそのキャストが、まあ、作演がいたりとかっていう劇団今劇団崩壊が起きてると思うんですね。そうですね、確かに、まあ、個人では劇団の名前はあっても個人で活躍してるだけとか、まあ、もちろんそれもいいんですけど、結局そのじゃあ劇団って何みたいなところが、まあ、なくなってて、でユニットとか、まあ、プロデュースだけになってしまうのはちょっと寂しいなと思いますね。うん、でやっぱりね、その劇団だからこそできるなんかお芝居だとか、そのやっぱりあの役者見に行きたいとか、はい、あの劇団 の作風が大好きみたいなのは、うん、やっぱりそれが各カラーになるし、そのカラーを、まあ、このカラーが好き嫌いもあってもいいし、私はこのカラーが好きみたいな、なんかそういうのでもっと劇団として残してもらえるような形が取れるかなとは思う。だから有馬は有馬で、その岡崎が自分の作風を持ってこの形で、まあもちろん劇団が一人二人でもいいんです、ただその劇団として残して、そのやっぱり今後も公演を続けていってほしいなとは思いますね。で続けて大きくなって、あの学生演劇祭出身ですって将来的に言ってもらえるとすごく嬉しいんですけど、なかなかねそういうのが少なくていっぱい輩出してるんですけどね。いやいや、俺はでも尾崎さんはこれからそうなっていくと、うん、今日ここで宣言して、この番組は終わろうかそういう感じになっていただいて、はい、よろしいですかね。はい、わかりました。嘘じゃないかな、願いも込めてね、はい、そういう感じになればいいからいう感じですかね。意外といろんな話聞けて面白かった、うん、確かに。じゃあまあこの辺でとりあえず今日クロハお開きそうですね。なんか思ってますので、ね、はい、ありがとうございました。何かあります？多いですか？うん、はい。じゃあ宣伝をしましょう。はい。じゃあ宣伝をしてください。あ、宣伝はあちらのカメラに。はい。先ほどから言っている道頓堀学生演劇祭というのが、2月の17から3月13まで、こちらに書いてるんですけども、8劇団が、登場します。もう詳細は言い出す気がないので、いやでも一応お名前ぐらいは言って、はい、まあ、トップバッターが、まあ、関西大学出身の、まあ、こちらユニットになるんですけど、劇団コケ踊し、コケ踊し、コケ踊しですね、はい、はい、で続いて、大阪芸術大学から劇団黄色団、黄色いですね、黄色いですね、はい、
次が、また大阪芸術大学で劇団はみ出しぼっち。はみ出しぼっち。どういう風に名前つけるんですか。すごい風に名前。劇団なの。まあ僕らは、一人ぼっちじゃないっていうところから、うん、めっちゃいい言ってるんじゃないですけど、はい、で続いて大阪大学から、劇丼。劇に丼の劇丼ですね。あ、横にだけ劇丼がありますからちょっと劇、で続いて4劇団目が、大阪芸術大学の芸術集団アットアート。アットアート、あ、もうまさにアートですね。でその次、ままあ、あの芸大多いんですけど、次も芸大で、日曜座。あ、なんかほのぼのしてますね。ほのぼのしてるんですけどね、芝居はほのぼのしてないと思います。あ、そうなんだ。えぐい芝居は ここちょっといろいろありそうな。ありそう、はい、要注意ですね。すごいな、競馬予想みたいな。で、芸大最後が、白のオウム。白のオウム、はい、白のオウム、ちょっとリリカル。初めてなんですよね、その全部学生演劇祭、この演劇祭に参加するのが初登場っていうのが、今までね、2回目とか、はいはいはい、ちょっととびとびでまた参加しますかと思って、オール初めて。これを見るだけで本当に学生演劇の今が分かる感じですね。そうですね。で、あと、あの先ほどから言ってる東京の劇団が一劇団、はい、日芸です。日芸から隣座、初めてですね。日芸が。ここもだから、ゆくゆくはみたいな感じになりそうなところですね。もうね、東京から来るところは大体ギラギラした感じですね。そうですよね。ここを大阪を足がかりにして、ドーンと行くぞみたいな。そうですね。ブラウンガーです。怖いです。毎回。でもそうですね、今までだから、また新しいものを見れる可能性も高いですし。そうですね。だから本当に、今回は、まあ、いつも、まあ、そうですけど、今回特になんか、やってくれそうな、問題を起こしてくれそうな劇団です。ポールの方もいいですか。ね、いい意味でね、はい。はい、なんか、一石を投じてくれるんじゃないかなと思うんで、よろしければ。2月の17日から3月。3月の13日まで、ほぼ毎日応援してますので。どの森ザザです、ね。ザザの結構。ザザの方でやってますので。アクセスもいい。よろしければ。はい、もう、目印は食いだれ人形。あ、そうですね。すごい、七三枚ありますね。そうそう、七三枚。笑いに七三枚ありますから、ぜひ。はい、ぜひ。はい、ね。ですかね。はい。じゃあ、ザキさんは。はい。ちょっとチラシの形とか、あとあるいはまあしっかりした情報ではまだないんですけれども、1月の29日に情報公開がありまして、でもそれをちょっとここだけ。いいんですか、今日、いいのちょっと細々と言える範囲だけのことをちょっとここでやらせていただこうと思います。3月の18日から20日の3日間、ステージプラス、アベノステージプラスに行って、今9丁目アネックスとして、単独の長編作品を上演しようと今計画しております。まあ、作品タイトル、ネクスネイシストという、まあ、ちょっと、ネクスネイシスト、まあ、造語なんですけれども、はい、ちょっとそういったタイトルの作品を上演させていただこうと思います。詳しくは29日に、ARQ ステージのホームページにて情報公開させていただきますので、ちょっとそちらの方をご覧いただければと思います。もう一回日時は？3月の18日から20日。なるほど。ここでやってますよ。はい。かぶってなかった。なるほどね。まあ、また29日を待ってという感じですね、はい。かなり面白いですよね。はい。そんなちゃうぐらいでいいですかね。はい。僕もちょっとだけ、僕そう、僕もチラシがないんですけど、いいですか。僕ちょうどこの学生演劇の流れがあったんで、2月の18日から21日に、それこそ蜂の巣座さん、神戸大学の蜂の巣座さん、六甲道、リアル六甲道からちょっと登山をしていただいて、僕が昔やったさよならっていう作品があって、それをやってくださるそうなので、はい、それまたよければ、ぜひぜひ無料でやってますのでね、帰りに夜景も綺麗ですのでね、うん、でパスタ屋さん、リュリュっていうパスタ屋さんもあるので、ね、ぜひ寄ってあげてください。それと、あと僕、今関わってるのがあって、
それがね、これもまあだから演劇祭ばっかりなんですけど、これ演劇エキスポというやつを、はい、僕実はライブという大阪現代舞台芸術協会というのがありまして、はい、それの理事をやってまして、なんか知らない間にそういうのをやってまして、そこは主催する、イベントでして、今演劇エキスポ2月のこれも実は15から21と被ってるんですね、2月中旬に。はい、そうです、ドンカブ。その前には今大大阪、舞台博覧会、大博覧会がその前の週と前の前の週にあって、でこれがあって、学生演劇祭演劇祭祭り、まあ要は盛り上がってるわけなので、こちらも見に来てください。ちなみに、参加しているのがとりあえず水星マジックさんの星空発電所というのと、犯罪友の会さん、それから遊劇舞台2月病さんと匿名劇団さん、あとは、坂口修一さんが、岩崎さんの、演出で中島ラモさんのお父さんのバックドロップというのをリーディングでやります。それと大阪女優の会さんもリーディングをします。でプラスアルファでもいっぱいなんかイベントを詰め込んでる感じなので、またホームページ等々見ていただければと思います。演劇エキストで検索してください。あ、仕事終わった。はい、です。じゃあついでに、はい、あ、そうだよ、今回は演劇エキスポなんですけどSPC 予劇場の、ね、上映会をやらしドーンセンターでやらせていただきます。いつもはね、ユーストリームもやってるんですけど、ユーストリームなしでちょっとあんまりユーストリームとかに普段かからないんじゃないかなみたいな古い作品とか、あと最近の若い劇団の取手出しの DVD なんかを大きなスクリーンで上映させてもらうという企画は、2月の17日から19日までドーンセンターの、何スペースですか、パフォーマンススペースでやっておりますので、めっちゃレアなやつもありますね。めっちゃレアなやつもありますね。東演会さんとかほんまはね、なんかね、こんなんあんのかな。東演会さんの第2回公演VHS か、ね、VHS です、はい、とか、あと内屋祭りの1999年版とか、あとはあれですね、伊藤閻魔さんの最初のコレッティハイテンションシアター時代のサイボーグザムリとか、うわちょっとかなりレアだね。いいシーンです。そうですね、セミスが主役したやつ。あ、それは最後、あれ超能力役座、あ、ちゃうわ、そっちか。で、あとは新しい方で、あとミジンコターボの第2回公演、第3回公演とか、あと新しい方だと無名劇団さんで去年の、はいはいはい、スペースドラマの優秀劇団とか浜田さんとか、はい、そういうのとか、はい、いろいろ、そうですね、もう新しい新旧、あ、プロトテアトルとかね、新旧織り交ぜていろいろやらせていただきますので、はいはい、そんな感じで、はい、ぜひぜひ、はい、あと3月の末に、はい、実はちょっとまたこれも西成の、うん、映画祭じゃ、演劇祭じゃないんですけど、はい、なんていうか演劇で使ってた、はい、クミーホールが閉館しちゃうってことで、ちょっとなんかこう最後にパッとやろうじゃないかみたいな、はい、イベントが、西成演劇感謝祭っていうイベントがありました、そのホール、はい、ホールというか、クミー会館を使った、はい、そこでちょっと SP の、これはユーストリーム放送もありで、何本か、1、2、3本ずつぐらいかな、上映と放送をやらせてもらいますので、そちらも3月の26、27だったので、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、っていうぐらいです。ぐらいでございます。わかりましたね。はい。じゃあ、そんな、あ、そう、ほんで、今回で、ここ終わりなんですよ。この感激三昧終わりなんですよ。終わりって言ったらあれなんですけど、場所が変わるんですね。めっちゃ広いところに変わるんで、ここのね、ほんまに今日見てみたけど、6、7倍ぐらいぐらいですよね。ですよね。ですよね。に変わります。場所がセカンドの、これ場所も言ってもいいんですよね。セカンドの裏側に、なんか謎の機械をいっぱい売ってるところがあると、この3階です。戦国伝承さんの上です。そうです。だからね、なんかクールーっていうカフェがあるの。ファーストセカンドの裏に武道って書いてあるのとかあったりして、あの角ぐらいの喫茶店があって、その問い面ぐらいにあります。またホームページ見てくださいになります。で、今日は最後です。今までありがとうございました。実は花束も何もないのでこのまま終わりますけど、後で白子サンドを渡していこうかなと思っております。じゃあそんなとこです、ね、はい、来月からはまた立花君が復活して、何するんでしたっけ。
なんかそうですね。来月はね、チラシと演劇を長いことやろうやろうって言って。またやります。ちゃんとしたら、ちゃんとね。はい、出ます。そんな感じです。はい、じゃあ、ありがとうございました。やった、乗り切った、立花君。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張れ。エドロール。